では八村さんのお家に行ってみたいと思います。せーの。いやいや、距離で言えば1メートル1メートルもなかった。ワープの距離でこほどこなんすか。何やねんそれ。ここは知ってた。ああ、はい、すごい、ここもいっぱいいる。まあね、向こうに比べたらね、ちょっとやっぱちっちゃくてやってますけど、はい、でこっちの方がちょっと温度高いんですよね。そうですね、確かに、うん、ムンムンしますね、ここのお部屋。まあここはでもその分いろんな種類の虫いるんですよ。楽しい楽しい。僕一番カマキリが好きなんで。はい、あ、すごい、ね、この辺とかいっぱいいる。はい、全部カマキリの赤ちゃん。かわいい、はい、かわいい。あ、かわいいね。うん。なんか、やっぱ人柄出ますね。人柄が出る。やっぱ八村さんかわいい。八村さんっぽい。飼ってるものが。あー、え、どういうことそれは。気弱な感じ。気弱じゃないよ、こちら。これなんていうカマキリですか。え、なんか、あ、薄葉カマキリっていう。あ、薄葉か。してます、してんの。わかります。そうそう。日本にいるんですけど、まあ結構でも珍しいというか。これ全然手に乗せたりしても大丈夫なの。あ、全然いいですよ。全然持っても大丈夫。全然もう。チロチロチンチロチン。あ、全然恐怖心なく持てるんや。うん、好きですね。ね、かわいい。でもさっきのね、やっぱりヘラクレスのサナギに比べたら。まあまあ、比べないでいいですけど。新生児をも使うの。いや、そうだな。喋ってくれるかな、この子は。いや、どうやろう。私の名前はマイコロです。虫が好きです。俺もだぜ。ああ、意外とダンディ。結構いい声してる。ギャップあるの。うんうん。好きな食べ物は何ですか。野菜全般だな。そうなんだ。野菜の中で何が好きなんですか。牛肉だ。牛肉って肉だよ。え、知らなかった。まあ、カマキリなんですよ、これも。ああ、すごい。ま、面白いですよ。すごい。ゴーストマンティスという。ゴースト、へぇ、ちょっと。ねえ、カマキリ。なんかさ、うん、本当に妖精みたい。ああ、まあ、ゴーストマンティスだから、まあ、そうそう、妖精だ。そうそう。はい。めちゃくちゃ可愛いですね。すごーい、可愛い。すごいな。一口でペロリだ。えっと、ああ、そっち側か。いいね。うん。これ、おとなしいですね。おとなしい。この動きが可愛いんだよ、ね。確かに。ああ、これがね。ちょっとね、おとなしくないやつを。おう、出た。あ、うわー、八村さん、最近は。これ。大好きやね。何か分かります？こういうやつだ、目が。まあまあ、それを見れば。まあまあまあ。アフリカ目玉カマキリっていうやつで。へぇ、何が？お尻すごくないですか？そうなんですよ。で、お尻に目玉模様があるんですけど。ええ、それを使って威嚇するんですよ。今。多分ね、威嚇させましょうかな。するかな。結構こいつは。懐いてしまってるやん。あ、出ました、出ました。あ、すごいすごいすごい。あ、そういうこと？そうそうそう。これこれこれ。内側に目の形がある。すごいですよね、この目。すごいすごいすごい。カマキリ以外にもいるんですか。なんかすごい、でもいっぱい面白いのいますよ。だってこれはカマキリ。これもね。いや、これもカマキリです。ナナフシみたいなカマキリ。カマキリみたい。ナナフシみたいなカマキリだな。そう。あ、見せはしないの。ちょっとやっぱ、ね、高いやつだから。あんなに触らせるよ。いや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 。次、こちら。マイマイ。いや、マイマイかぶりの。マイコロマイマイかぶりのマイマイはどこで取ってくるんですか。これはあの、いただいたものです。こいつ。トローチも食べるんですか。弱ってたら食べますよ。えー、めちゃくちゃ綺麗でしょ。綺麗で、こんなちっちゃいスペースいいんですね。あ、それはなんか、これぐらいがちょうどいいみたいですよ、虫は。あ、綺麗、すっごい綺麗。この、青色と言ってもね、なかなかに複雑な青色をしてるわけですよ。うん、あ、いいですね。いい青じゃないですか、これ。そう、いい青。あ、そうか、緑か青、そうだな。頭の方、こっちの青がいいですね。うん、どうかしても見えないですもん、今。いや、そんな青くないですよ、僕。緑くんのやつについてたら言うセリフやからね。どうかして見えないですわ。違うか。結構動き早いですね。そう、これがね、やっぱ活発的で。マイマイかぶりは早いですよね。ね。で、やっぱ肉食だから、ね。マイマイかぶりはなんでマイマイかぶりって言うんですか。あー、マイマイを食べるから。そうです。落ち着いてからで。っていう説もあるけど。はい。あの、別説。そうそう。説、食べてる時に、帽子をかぶってるように見えるからっていう。はいはい、ああ、かぶってるじゃなくて、かぶってるにも見えるから、マイマイ。マイマイをかぶってるように見えるから、マイマイかぶり。ムカデだったらあっちにいますよね。あっちにいますよ。はい、ああ、あっちにいるかもしれない。実は僕の部屋みたいな感じでしたけど、うん、多少、八村さんも飼育してるんですよ、あっちで。そうそうそう。だからこっちの気温に合ってるやつはこっちで飼育してみたいな。
感じなんで、僕もだからここにちょっと産卵セット組んでるんですよ。ちょっと高めの方がいいんで。うん。じゃあこの部屋もたくさん見たところで、そろそろ次のところに行ってみますか。せーの、ほっ。あ、見覚えのある。1メートルワープで、まあこの中にも八丸のやつが八丸さんのね、うん、なになになに怖い恐竜飼ってるんですか。いや、まあシルターはそうですけど違う、なになにこれ、なにこれ、なにこれ、わからないですか。恐竜です。いやいや、これちょっとじゃあ見せましょうか。お願いします。おお、なんて素敵な色合いなんだ。いい色でしょう。綺麗ですね。ハイナミントレックという。ハイナミントレック。そう。足だ。足。レッグまではな、感づけてんけどな。惜しかったよ。やっぱね、この素早さと言いますか。すごいでしょ。めちゃくちゃ可愛いんで。おお。かっこいいという感情なんですか。速いという感情なんですか。どっちもあるね。だってそれは別に矛盾しないから。哲学的な。日本にいないからね、このサイズの。いないいないいない。これはどこなんですか。これ中国の。中国。海南島かなんか。なるほど。だからそう、海南ミントレックって。はい。素敵でした。ムカデとかも大丈夫なんですね。あ、ムカデも大丈夫です。ムカデは中国では漢方として食べる。ちょっと韓国やっちゃってるから。はい、韓国。でも今買うと3万円ぐらいします。高いです。高いですね。うん。あの、解熱剤とか、鎮痛剤とか、あとは、あの、元気もりもり精力剤。へぇー。マイコーさんが、あれ見たかったじゃないですか。リオックが見たくて、そう。びっくり、キラキラ、キュンキュンキュンってなる。キュンキュン、魅力的ですもんね。確か圧倒される。そう、初めて見ます。さあ、そのリオックが、はい、お願いします。見せった方がいいですか。いや、何出してきたんこれ。じゃあ、はい、こちらの方はですね、12月17日に、これもあれですよ、本当にね、マイコロさんが働いてるビートロンの店長さんからお譲りいただいたというか、土の中に深く潜っていると基本。あ、そうなんだ。で、この間、羽化したのを目撃したんですけど、まだ多分幼虫の名残があるのか、土の中にいるのが好きで。すごい。あ、おお、出てきた。いた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 、すごい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 。暴れちゃうんですか。すごい、でかい。すごいすごいすごい、でかい。でかいわ。手とこれぐらいですよ。まあ、いや、頭これぐらいありますよね。頭これぐらい。ああ、ありますね、確かに。第二関節まである。すごいわ、やっぱね、これが。すごい、これ、めちゃくちゃ可愛いんだって。会いたかった、本当に。でも顔かわいいね、やっぱり。まあ夜中はやっぱちょっとね、徘徊してるらしいんですけど。あ、すごい、威嚇してる、威嚇してるわ。口がすごい、口がすごい。これかわいいよね、この。この絵。おー。わー、すごい、すごい、すごい。わー、すごい、成長なってるわ、マジで。なってるでしょ。うわー。あ、でもなんか前よりも羽の色が。え、触覚長い、触覚長い。でかい、でかい、でかい、でかい。すごい、すごい、すごい、すごい。かわいい。長触覚。でもやっぱ凶暴ですよ。え、やっぱり。やっぱ口がすごいんですよね。ね、肉食だからね、噛み砕く力が強くて。相当強いですよ。で、特にこいつあのメスなんでね、ちょっと顔がでかくて。顔がでかいんですか、メスの方が。すげー。わ、すごいわ。産卵管、これ、お尻の。ああ、お尻の。ちょ、ほんとだ。ちょこんって真ん中にあるやつ。ほんとですね。え、これ、コオロギじゃなくてですよね。コオロギス。コオロギスです。はい。コオロギの中でもその肉食の方というか。コオロギとキリギリスの間みたいな。間みたいな。そうそうそう。触りたいとか言ってたんですけど。これは、触れるんや。ちょっとでもこれ怖くなってきた。そう。やっぱり怖いっていう感じはあるんや。もう、ほんとね、口が怖いんですよ、口が。嫌だもん。口がね、ほんとにね。凶暴な。凶暴なね。口元してるから。うわー、すごい悪そうな顔してんだよね。うん。いや、でも、目が可愛いよな。可愛い。え、ミオリクすごい、ミオリクかっこいい、ミオリクかっこいい、ミオリク。あ、ハイタッチした。ハイタッチしてる。ミオリク。ほら。ハイタッチしてる。あなたお前もいけるで。お。ハイタッチしたの。怖がんなければ。そうやな。あ、なんかもうハイタッチしてくれてるもんな。すごいね。すごいな。え、でも、あとね。まあでも気をつけて。そうそう、触れた、触れた。すごい。いや、本当に楽しかったです。毎日ずっと目をキラキラさせて生きていけそうです。
めっちゃ死んでますよね。本当に。うん。本当ありがとうございました。いやそんな、はい。いや、本当楽しかったです。よかったです。楽しんでいただけて。はい。ということで、はい、今日は。クマカブの部屋っていう YouTube やってるミモリと。はい。昆虫ハウス101号室という YouTube をやってるハチマルです。はい。覗いてみてください。お願いします。今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。はい、あ、いやいや、もちろんです。本当に。終わりー。本当わかんない。